変則くんラジオする。皆さんこんばんは、遠足くんラジオスルーが始まりました。時刻は、夜の7時を迎えております。この番組では FM 小座スタッフの遠足がお送りします。生物に関する番組をお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、早速始まったわけなんですけど、今12月中旬頃ですかね。もうだいぶ、九州、東京とかでは寒いと思うんですけど、今日の沖縄は比較的暖かい日だったというか、昨日一昨日は結構寒かったんですけど、またちょっと暖かくなりましたね。そうですね、昨日一昨日は15度16度ぐらいだったんですけど、現在の気温は、20度になっているそうなので、沖縄の冬、今回はなかなか中途半端な、この気温の変化といいますか、寒かったり暑かったりの、結構、服を選ぶのに、結構困ってしまうような気温の変化になっておりますね。はい、それでは、オープニングトークはこれぐらいにして、今回はですね、象についてお話ししようと思っております。象といってもいろいろ種類がいるんですけど、アジア象、アフリカ象などいろんな種類がいるんですけど、今回はこの象について、アジア象、アフリカ象個別にご紹介していこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp になっております。ファックス番号は 098-934-8653 098-934-8653までとなっておりますので、どんどんお便りメッセージよろしくお願いいたします。またこの番組ではツイキャスト、ユーストリームというネット配信も行っております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、というわけでここで一旦 CM に移りまして、 CM の後は遠足くんの〇〇ニュースのコーナーをさせていただきます。それでは一旦 CM です。
塩素くんの〇〇ニュース。はい、始まりました塩素くんの〇〇ニュース。このコーナーでは、毎週生物のニュースをお送りしていくという、まあ、タイトル通りのコーナーとなっております。今回はですね、ゾウのニュースについてご紹介させていただきます。それでは参ります。今月12月16日に、東北サファリパークから子供の国に、沖縄子供の国に2頭のゾウがやってきました。こちらは越冬のため来園してきたんですけど、12月16日からすでに、お客さんを乗せてのこのイベントもしているとのことで、入場、このゾウに乗る料金は2,000円、最大で3人乗れるとのことで、3人乗って2,000円、一人で乗っても2000円ということなので、家族、親御さんで乗ると一番お得ではないかなと思います。今回、沖縄子供の国に来ています2頭のゾウなんですけど、名前がトンサイとブンソウという名前となっておりまして、今回東北サファリから越冬しに沖縄は子供の国にやってきました。越冬っていうのはこの冬の季節を越すこと、または過ごすことという意味で、ま、東北サファリからこの冬の間、この冬の季節を越すために今沖縄は子供の国にいるとのことですので、もう現在来ているので、皆さんもぜひ興味がありましたら沖縄は子供の国までいらしてください。ということで、ただいまツイキャスの方でコメントが寄せられていますので読み上げたいと思います。こちらはツイキャスネーム中野町の和樹さん。今夜はパークアベニューでカナデルパークやってますね。この後8時までらしいので早速行ってきますとのことで、あ、なるほどなるほど。おっと、その他にもフランチェスカ・ルッキニさんから挨拶のコメントありがとうございます。中野町の和樹さんは、この後パークアベニューの方のに行くんですかね。もし少しでも余裕があったらこちらの方でも顔を見せてくれると手を振りますので、どうぞよろしくお願いいたします。と、あとこちらフランチェスカ・ルッキーニさん、あ、こちらは年賀状のお話ですかね。このミキからもらったと来てるんですけど、まだもらってはいないんですね。このミキというのはおそらく同じ FM 小座でパーソナリティをしております上条ミキさんのことを言ってるのだと思うんですけど、この上条ミキさんから年賀状もらいましたかというコメントがフランチェスカ・ルッキニさんからいらしてる。あ、今届いてるとのことで、フランチェスカ・ルッキニさん届いてます。失礼しました。はい、ありがとうございます。はい、こちらはちょっと年賀状の方を読み上げたいと思います。おっと、おー、なるほどすいません、読み上げる、これ、あ、そっか、これ年賀状ですよね年賀状をこのお正月前に読むっていうのはどうなんですかね。まあまあ、ここはあえてちょっと読まないでおきましょうかね。ちょっとさすがに早いということで、はい、フランチェスカ・ルッキニさんありがとうございました。ちゃんと届いていますので本当にありがとうございます。というわけで、まあ、早速フランチェスカ・ルッキニさん、そして中野町の和樹さん、その他にもツイキャスやユーストリームラジオでいろいろな方が聞いてくださっていて本当にありがとうございます。はい、では以上をもちまして、塩素くんの〇〇ニュースを終わりたいと思います。ではここで一旦曲の方に移りたいと思います。今回はゾウのお話ということで、
ゾウの曲を流させていただきます。それではお聴きくださいませ。お送りする曲は後ろ指刺され組のゾウさんのスキャンティ。塩素くんの〇〇紹介。はい、ということで音楽が終わったんですけど、音楽が流れてる間もツイキャスではたくさんのコメントをいただきました。皆さん本当にありがとうございます。フランチェスカ・ルッキニさんから年賀状を送ったというお話と、で、中野町の和樹さんも、この、年賀状のお話と、これからちょっと出かけるということで、防寒具を持って、奏でるパークへ行ってきます、と来ておりますね。
あとフランチェスカ・ルッキニさんからまた新しいコメントで、エンソ君ラストまで局にいた場合、翌朝までずっと局にいるのですか、とのことなんですけど、ラストまで局にいた場合というと夜中もいるっていうことですかね。一応夜中は、まあ、FM 小沢はもう閉めて音楽を流しております。音楽とあとは収録放送の方を流させていただいておりますので、そちらの方もなかなか素晴らしい音楽とあとコメント、放送などもありますので、ぜひ明日仕事がない、もしくは夜更かし OK な人は聞いてみるといいかもしれないですね。はい、ということで早速コーナーの方に移りたいと思います。このコーナーでは、生き物のその生態や特徴についてお話ししていくコーナーとなっております。今回お話しするのはゾウというわけで、まあ、ゾウについて、アフリカゾウ、アジアゾウ、それぞれ個別にお話ししていこうかと思います。まず最初にゾウ全般に言えること、まあ、分類ですね。ゾウの分類は哺乳綱のゾウ目または長尾目のゾウ科に属します。まあ、ゾウ目、長尾目のゾウ科なんですけど、このゾウ目、ゾウ科っていうのは、カタカナのゾウですね。このゾウ目のゾウ科というグループに入るんですけど、ゾウ目とは別名、長尾目とも呼ばれております。こちらがですね、漢字で書くと、長い鼻の目という書き方で、まあ、漢字の通り長い鼻を持っているのが特徴となっております。この鼻なんですけど、まあ、ゾウの鼻は、元々の鼻と上唇が一緒に伸びたもので、強い筋肉質でよく動き、そして、いろんな自由自在に操ることができます。ゾウの鼻っていうのは、この人間でいう鼻がそのまま大きくなったのではなくて、ゾウの元々あった鼻と、人間でいう唇の上の方ですね、上の唇、上唇の方が一緒に長くなってあの形になったとのことです。現存する陸上の動物としては最大のもので、足は太くて長いですが、首は短く、頭は巨大でできております。指先で歩く指向性ではあるんですけど、それぞれの足に指が5本あり、そして指の骨は共通の肉の塊の中に収まっており、この肉の塊が布団の役目をなし、足底は大きな円盤状になっているとのことです。まあ、要するにこのクッションの役目を持っているということですね。これがゾウの足には入っている、いわゆる肉の塊として入っているとのことです。で、ゾウの足なんですけど、よく見ると蹄があるんですね。蹄は小さく、その数も、3か5、5つまでの変化があります。上顎の歯は無言で、で、そのうちの2本がこの象牙、いわゆるこの伸びた象の牙ですね、がこの象のこの上顎の歯からできているとのことです。まあ、これがいわゆる象の特徴、長尾目の特徴になるんですけど、まあ、ここでちょっと覚えておいてもらいたいのが、ゾウの鼻というのは、鼻だけが伸びたのではなくて、鼻と上唇が一緒に伸びたもの。そして、自由に動かすことができるのは、強い筋肉質、要は強い筋肉で動かしているので、それによって腕の関節のように、または指の関節のように自由自在に動かすことができるとのことです。では、ここでアジアゾウとアフリカゾウという2種類のゾウがいるんですけど、この
ゾウたちは結構違いがいろいろあるので、今回ちょっとこれについてどう違っているのかについてお話ししていきます。まず体型の方なんですけど、アジアゾウの方が、まあ、タルル状の形、背中の真ん中が一番高いという、まあ、タルの、皆さんタルってご存知ですかね？多分知っていれば助かるんですけど、この、パイレーツ・オブ・カリビアンって皆さん見たことありますかね？あれに、なんかこの、木箱みたいな、この丸い木箱みたいなあるの、わかりますかね？あれが、まあ、樽なんですけど、あれに近い形をアジアゾウがしていて、対してアフリカゾウは頭と腰が高くなっている。要は、腰周りは下に、頭と腰、そうですね、頭と腰の方が上の方に、まあ、とんがっている、とのことです。耳の方は、アジアゾウは小さく、対してアフリカゾウは極めて大きく、肩を覆うほどになっております。これは環境による違いですね。アジアゾウとアフリカゾウはそれぞれ住んでいる地域が違います。アジアゾウは基本的に森林だったり、あとはインド、インドネシア、そういったところに住んでいるのに対して、アフリカゾウの方は、名前の通り、アフリカ全土、まあ、アフリカの地域に住んでおります。当然、地域が違えば、その環境も変わってきます。アフリカゾウではこの長い耳が、いわゆる熱を放出する、要は逃がす役割があるのに対して、インドゾウ、アジアゾウですね。アジアゾウの方は、長い耳があると、この森林、森の中を移動するときに非常に邪魔になるということで、こういった違いが起きました。はい。アジアゾウの耳は小さく、そしてアフリカゾウの耳は大きい。これさえ覚えていれば、アジアゾウとアフリカゾウの違いっていうのはすぐわかると思いますね。結構ゾウっていうのは、イメージするとみんな同じ姿をしているようなイメージがありますけど、実際には、耳の形だけでも、アジアゾウ、アフリカゾウと、それぞれ違いが出ている、とのことです。では、ここまでが、アジアゾウとアフリカゾウの違い、それぞれの違いなんですけど、ここからは個別に、紹介していこうと思います。では、まず最初に、アジアゾウの方から。こちらは、そうですね、アジアゾウの、インドゾウ、についてお話しさせていただきます。インドゾウ、分布は、インド、ミャンマーやタイ、マレー半島、その他にもスマトラやセイロンとなっております。生息地の方は主に森林で草やぶにも住んでいるとのことです。ミャンマーでは標高3000メートルぐらいの七輪に見られ、竹林ですね。竹林に見られ、シッキムという地方では標高3660メートルの高地の場所に足跡が発見された例があるとのことです。体の特徴なんですけど、鼻と上唇がよく伸び、長くて自由によく動くのが、ゾウ全般の特徴なんですけど、インドゾウではこの鼻、要はゾウの鼻ですね。ゾウの鼻の、この先端の上部分が少し尖っているんですよ。これがインドゾウの鼻の特徴になっております。頭は大きく、首は短く、耳は顔よりも小さいとのことです。目の方も小さく、体は巨大なんですけど、結構パーツパーツは小さくできているんですね。こちら体長が、5.5 メートルから 6.4 メートルほどとなっており、メスの場合は、体高ですと 2.1 メートルから 2.4 メートル
とのことです。体重の方は4000キロから5000キログラムとなっておる、なっているとのこと。習性の方は、まあ、象は群居性の動物で、群居性っていうのは、いわゆる集団で行動する性質のことですね。まあ、ライオンだったり、シマウマだったり、そういった、要は群れをなして生きている生き物のことを、まあ、群居性の動物と呼ぶんですけど、この象の群居性は、母系的な集団をなしており、要するにメスがリーダーを務めているというわけです。群れは約5頭から60頭まであるとされ、または、まあ、それ以上の数にもなるんですけど、1頭のメスに引き入れられて生活しております。オスの場合は、年を取ったオスは、ソリタリー、いわゆる単独生活者と呼ばれる存在になり、まあ、群れから離れて生活をすることになります。こういったソリタリーになる、老いたオスの象は、たまに2頭で一緒にいる例も見られているとのことです。群れは決まった道路を通り、休息、水飲み、そして菜食、食べることですね。を、ほぼ一定の場所で行うとのことです。早朝と夕暮れに食事をし、日中は、直射日光を避けて休み、夜になるとまた菜食、食事に出かけ、深夜を過ぎると休息するといった生活を送り、睡眠時間は約3時間とされております。睡眠方法に関しては、立ったまま寝たり、または横になって寝ます。インド象の場合はインドなんですけど、インドでは深い森林で暮らし、雨季になると草地などに出てくるとのことです。雨季っていうのは、まあ、簡単に言えば雨が降る時期ですね。日本でいう梅雨の時期ですかね。この時期になると、象たちは、まあ、深い森林の中から草地の方に出てくるとのことです。また、これは、象全体に言えることですかね。象は視力が弱いんですけど、また、視力が弱く、首が短いので、後ろを見ることができません。要するに、首が短いので、この、人間のように、首を後ろに回して振り向くことができないんです。ただし、その代わり、聴覚と嗅覚が極めて優れているとのことです。聴覚と嗅覚は、聴覚が、まあ、耳ですね。そして嗅覚は鼻。この音と鼻、匂いに関しては敏感で、これによって、視力の悪さと、そして、視界、要は背後が見れないという、このデメリット、こういったものを補っているとのことです。歩く速度は時速 6.4 キロ、ぐらいあるとされていますが、走った場合は最大48キロぐらいのスピードが出るとのことです。歩く速度は時速、まあ、6キロ程度なんですけど、走ると最大48キロということで、結構速いんですね。48キロってどれぐらいですかね。まあ、とっても速いんですけど、あの巨体で、そんなのが向かってきたらちょっと怖いですね。うん。で、食べ物の方なんですけど、まあ、食べ物は、木の葉や竹、草、果実などの、まあ、植物質のもの、いわゆる草食性ですね。で、動物質、いわゆる肉食、まあ、昆虫だったり、小動物だったり、そういったものは食べないとのことです。大人の象に関しては、1日270キロから320キログラムの草を必要とし、水の場合は、1日113リットルから190リットルまで飲むとされております。まあ、体がでかい分、前にも言いましたけど、
体が大きい生き物っていうのはそれだけエネルギーを必要とします。なので、食べる寝るという行動をよくとる生き物が多いんですね。パンダに関してもそれが当てはまるんですけど、パンダの場合は非常にちょっとパンダにとってはあんまし喜ばしくはないんですけど、まあ、生き残るために要するに環境が変わったことで食べるものがなくなった、もしくはこの食べ物を取る競争に勝てないと判断したパンダたちは竹を食べることを選びました。しかしパンダはもともと雑食性、いわゆる草食性ではないんですね。いろんなものを食べる、リンゴだったりまたは肉だったりいろんなものを食べるんですけど、まあ暮らしている環境で餌にありつけることができなかった結果、仕方なく竹を食べることになったんですけど、草食性の動物に共通しているのは腸が非常に長いということです。この腸がなぜ長いのかというと、この植物、草などを食べてそれを栄養にするためには腸が長くなければいけません。対してパンダはもともと雑食性で腸はそんなに長くはないんですね。なので、竹をたくさん食べても必要な栄養分はなかなか取れず、その結果、食べてそして寝る、寝るっていうのはエネルギーを温存しておくためですね。竹を食べてても大したエネルギー補充にはなりません。なので竹を食べ続け、一日中ずっと食べ続けても必要最低限のエネルギーしか摂取できないので、結果的にパンダたちは食べたらそのまま寝る、寝て体力を減らさないようにする、そういった生活スタイルを取ったとのことです。ゾウに関しては、まあ、あの巨体なんですけど草食性で、まあ、草食性の特徴として腸が非常に長く、これによって、木の葉や竹といったものを食べても十分な栄養を取ることができるとのことです。寿命の方がですね、かつては100年から150年と言われていましたが、これは後の研究で誤りであると判断され、人間と同じくらい、つまり60年から70年と見る意見が強いとのことです。以前までは、まあ、象は100歳150歳、まあ、100年以上生きると言われていたんですけど、最近の研究では人間と同じ60代70代80代が寿命の限界ではないのかという意見が一番強いと言われております。その他ではこれもちょっと説明しましょうかね。日本に来たインドゾウについてちょっとお話しさせていただきます。日本に来たインドゾウは、1408年6月22日に一頭のインドゾウが来たとのことです。これが日本へのゾウの初渡米であるとのことで、その後もゾウはたびたび輸入され、明治以降は他にその姿を見せるばかりでなく芸を演じるようになったとのことです。結構古くからいるんですね。1408年、まあ、明治よりも昔からゾウがいたということで、このインドゾウが初めて来たゾウになるんですけど、最初は見せ物だけだったんですけど、やがて知能が発達、要は賢いという理由で芸を仕込んで、そしてそれでショーを行っていたとのことですね。では以上をもちましてインドゾウのお話を終わりたいと思います。では続きましてアフリカゾウのお話に行きたいと思うんですけど、ここで一旦 CM の方に移りまして、改めてアフリカゾウのお話をしていこうと思います。それでは一旦 CM です。
CM が終わりました。というわけでここからは、アフリカゾウについてお話しさせていただきます。分布の方が、まあ、アフリカとなっており、生息地に関してもサバンナや砂漠地帯の雑木林、高山、まあ、高い山ですね、高山では標高4000メートルのところにまでいると言われています。形態、まあ、体の特徴なんですけど、インドゾウとの違いでも挙げた通りなんですけど、まあ、一目でわかる違いは 耳が極めて大きいことです。また背中の中ほどくぼんでいることがすぐ気づきます。要するにインドゾウとアフリカゾウでは、まあ、イメージの中だと結構同じ、要はどこが違うのか分かりにくいんですけど、実際に生で見る、もしくは、映像で見ると結構違いが出ているとのことなんですね。耳だけでなくて体の体型も違っているとのことなので、今度沖縄子供の国に行って確かめてみるのもいいかもしれないですね。あちらには現在アジアゾウと、アフリカゾウがいらっしゃるので、どう違うのかか実際に見に行って確かめてみるのもいいかもしれないですね。体長の方は、6メートルから7メートルとされており、体重は5800キロから7500キロにも達するとのことです。これが、現存する、要は生きている生き物の中で最大の陸上動物であるとのこと。習性に関してはインドゾウ同様に群居性、いわゆる群れを作ることですね。群居性であり、家族単位は1頭のメスとその子からなり、2つ以上の家族単位にオスたちが加わったものが群れとなっております。まあ、要するに家族、別々の家族が集まってできている群れとのことですね。で、まあこの一頭のメスとその子供からなっているという話から分かる通り、アジアゾウとアフリカゾウはどちらも母系集団、要するにメスをリーダーにした集団性で生きているとのことがよく分かります。食性に関しても、先ほど説明しましたインドゾウと似てはいるんですけど、木の葉や小枝を大量に食べるとのことで、1日のうち8時間は菜食に費やすと報告があるとのことです。飼育に関しては1909年旧ベルギー領コンゴに国立のゾウ訓練所が設置され、ゾウの飼育と調教を開始したとのことです。その中で、まあ、調教と飼育をしてきたんですけど、これ以外にもヨーロッパの動物園ではアフリカゾウはよく飼われ、芸を演じたり子供を背中に乗せて散歩したりなどといったことをさせていたらしいです。日本に来たアフリカゾウは、1953年の3月に来たとのことで、ある巡回式の動物園に1頭が到着したのが日本最初のアフリカゾウとなっております。ちなみに、日本では群馬サファリパークが初めてこのアフリカゾウの出産に成功したと載っておりますね。インドゾウの方は1408年に来たのに対し、アフリカゾウは1953年と結構な差が、100年以上の差があってようやく来たとのことですね。まあそれぞれ環境も違いますし、まあ、必要なもの、要は環境、気温だったり食性だったり、食性は似てるんですけど、アジアゾウ、インドゾウとアフリカゾウだと微妙に違いがあって、また好みとかも違ってくるので、なかなか
飼育育てることに関しては同じように飼育するとちょっと難しいのかもしれないですね。はい、では以上をもちまして、アフリカゾウそして、アジアゾウインドゾウについてのお話を終わりたいと思います。それではここでまた曲の方に移りたいと思います。今週はゾウのお話ということでゾウにちなんだ曲を流させていただきます。それではお聴きくださいませ。お送りする曲は佐々木勲さんでゾウだゾウ。お送りした曲はゾウがゾウでした。まあダジャレですね。でも自分こういうのは好きですよ。こういうまあダジャレ自体は自分嫌いではないですし、このゾウがゾウっていうのも非常に分かりやすくて自分は好きです。では続いてのコーナーに移りたいと思います。続きましてのコーナーは塩素くんの〇〇いろいろ。このコーナーでは生物についていろいろフリートーク雑談をしていくコーナーです。今回はまあゾウのお話をしてきたのでゾウに関するまあフリートークをしていこうと思います。とここでですねフランチェスカ・ルッキリさんのコメントでゾウさんが怒ったら怖いよと来てるんですけど、そうですね、ゾウっていうのは非常に記憶力もいいですし怒ると結構危ないということは聞いたことがあります。まあもともと知能も高いですし記憶力もいいですから怒った相手に関してはずっと覚えているという可能性もあるので、もし動物園に行かれることがありましたらゾウに対して何か嫌がらせとか嫌な思いはさせない方がいいと思います。はい、でですねゾウはこんなに大きくて強そうなイメージがあるんですけど、現在でも、密猟といった被害に遭っております。
まあ、目的は象の牙、象牙にあるんですけど、この象牙で漢方薬を作ったり、または、装飾品、要するにアクセサリーとしてこの象牙を狙って象を殺す密猟者などがいるとのことです。こういった理由から、アジアゾウ、そしてアフリカゾウ、まあ、いろいろなゾウがいるんですけど、そのゾウが共通して、絶滅の危機というか減少の一歩をたどっているということで、国の方、政府の方ではワシントン条約でゾウに関してはたとえその骨、ゾウ毛、ゾウの牙に関しても持ち出しは NG ということになっております。これは先週にも話しました、ワシントン条約の、付属書1に載っていた、まあ、規制ですね。ちょっとここでワシントン条約の話にまた戻るんですけど、ワシントン条約というのは絶滅の恐れがある、いわゆる輸入や輸出によって絶滅のある生き物たちを保護していこうという流れで国同士が合意のもと作られた条約となっております。この中で、ワシントン条約に含まれている動物たちは、3段階のグループに分かれています。それが付属書1、付属書2、そして付属書3の3段階になっておりまして、付属書1が最も規制が厳しく、そしてそこから付属書2、付属書3と、まあ、ハードルがちょっと低くなっていくんですけど、いろいろと規制が敷き詰められております。その中で象に関しては付属書1、一番規制が厳しい部類に入るんですけど、この中で、まあ、象に関して言えることは、このワシントン条約、生きている生き物を国の外に持ち出したらアウトというわけではなくて、生きていなくても例えば毛皮だったり、また装飾品、まあ、体の一部、そういったものを国の外に持ち出してもこれは違反となって、まあ、罰金なり、もしくは、懲役が課せられるとのことです。象に関しては、この象牙ですね、象の牙、これが、まあ、アクセサリーの代わりになったり、もしくは、まあ、漢方薬ですね、漢方薬として象の牙を用いられるんですけど、これらを国の外に出した場合、もしくは持ち出した場合は、一発アウトになります。これは散々言ってきたことなんですけど、たとえその品がこのワシントン条約に含まれている生き物だと知らずに持ってきたとしても罪になります。要するに知らなかったでは済まされないとのことです。たとえこの生き物、例えばゾウゲですね、ゾウゲがこのワシントン条約、法律、要はそういった条約規制に関して外に出してはいけませんよ、日本に持ち帰ってはいけませんよっていうことを知らずに持ってきてしまいましたという流れでも、持ち込んできた時点でその人の責任になります。そうなると、まあ、罰金もしくは懲役が課せられて、非常に損をするということなので、もし海外に行ってこういったアクセサリー、要は生き物のアクセサリーだったり、または漢方薬、薬、そういったものを、買って、そして日本に持っていく際はちゃんとネットなり何なりで調べていって、これが大丈夫なのかどうかを判断することをお勧めします。一番安全なのは持ち帰らないことですね。たとえ知らなくても生き物の体の一部、アクセサリー、そういったものを持ち帰らなければ、多分規制、要はそういった違反行為に入ることはないと思いますね。またこのことに関しては、まあ持ってきた人も十分責任があるんですけど、これは
チェックは税関の時にチェックが入るんですけど、このチェックの時でも見落として中に持ってきてしまう、もしくは持ち込まれてしまうというパターンがあります。これは何でかって言いますと、まあ、税関の中にはこのワシントン条約についてあまり知識を持っている方がいないんですね。そうなるとこのワシントン条約に触れているものであっても見落としてしまって、結果国内に持ってきてしまう、要はチェックしたにもかかわらずそのままスルーされてしまうという事態が発生します。そうなってきますと、まあ、アクセサリー、要は体の一部、装飾品に関してはまだ大丈夫なんですけど、生きている生き物に関してはこの税関のチェックで見落として国内に入ってきた時点でもう大変なことになります。まあ、絶滅の恐れ、そういった危険もあるんですけど、それだけではなくて、その例えば日本ですね、日本にいる生き物たちが絶滅の危機に絶滅の危機になってしまう可能性もあるというわけです。例えば、飼育していたのに脱走して逃げてしまった、その結果野生化して本来そこにいる生き物たちがこの脱走した生き物たちによって住処を追い出されて結果絶滅したり、または生態系が変わってしまうという事態に陥ってしまうので、こういった危険を避けるためにも、もし海外に観光に行った際には生き物にちなんだ装飾品やアクセサリー、またはペット、そういったものは買わないようにした方がいいかもしれません。まあ記念に買いたいという気持ちもありますから、もしどうしても持って帰りたいというものがありましたら、ちゃんと調べてから持ち帰ることをお勧めします。はい、ということでいろいろと脱線気味だったんですけど、これにて塩素くんの〇〇いろいろを終わりたいと思います。それではこのままエンディングの方に移りたいと思います。はい、ということで、まず前半後半である塩素くんラジオするなんですけど、前半のコーナー前半の部分が終了します。この後も8時から塩素くんラジオするをお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここで一旦 CM の方に移りたいと思いますので、最後まで塩素くんラジオするをお聞きくださいませ。
遠足ラジオする後半戦。はい、ということで、後半戦に移りたいと思います。前半の方では象のお話をしてきたんですけど、ここからは遠足くんのこれ何をお送りしたいと思います。遠足くんこれ何とは、生き物のお話なのは変わらないんですけど、この生物の話ではよく聞いたことがない言葉を聞くことがあります。先ほどの前半でのその終盤で話しましたワシントン条約、条約なんですけど、これに関してもワシントン条約よく聞いたことはあるけど、一体どういうことなのか、どういったルール、もしくは法律、要はルール、どういうものなのかということを知らない人がたくさんいました。こういった感じで、動物もしくは生物に関する専門知識というもの、もしくは専門用語というものが存在します。こういったものをこの後半戦でいろいろと紹介していこうかと考えております。それではまず、遠足くんのこれ何についてお話しする前にメールアドレスのご紹介をさせていただきます。メールアドレスが761@home、失礼しました、もう一度言います。761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp までお寄せくださいませ。ファックス番号は 098-934-8653 934-8653までとなっております。現在遠足くんラジオスルーではツイキャスとユーストリームによるネット配信も行っております。また後日では、YouTube の方にも今回放送されました遠足くんラジオスルーを、アップする予定ですので、今回時間がなくて見れなかった人、もしくは、聞く時間がない人がいましたら、そちらの方をお聞きください。映像もあるんで見ることもできると思いますね。こちらの方も FM コザの、Facebook からリンクが貼られておりますので、そのリンクをたどって見ることができますので、どうぞよろしくお願いいたします。ユーストリーム、そしてツイキャス、現在配信されているネット配信に関しても FM コザのホームページから見ることができますので、そちらの方もよろしくお願いします。ネット検索で FM コザと検索すれば出てくると思いますので、そちらのホームページからお入りくださいませ。では話が長くなりましたので、ここらでオープニングトークは終了いたしまして、また曲の方に移りたいと思います。今回はですね、前半戦ではそのテーマに沿った曲を流してたんですけど、今回はそういったことを関係なく曲の方を流させていただきます。ではお聴きくださいませ。お送りする曲は平原綾香さんでボイジャーズです。どうぞ。
塩素くんのこれ何。はい、まずお送りした曲は平原綾香さんでボイジャーズでした。こちらがですね、以前 NHK のこれはドキュメンタリーですかねの番組ダーウィンが来たで主題歌として流れていた曲です。はい、ということで早速塩素くんのこれ何をお送りしていきます。このコーナーではもう一度説明させていただきます。このコーナーでは生き物に関するお話はたくさん聞きますけど、その中で出てくる専門用語に関しては知らないことがたくさんあります。それをこの番組のこのコーナーで、分かりやすく説明していければいいと思い立ち上げましたので、よろしくお願いいたします。さて今回の塩素くんのこれ何ですが、今回ご紹介するこれ何はアニマルセラピーです。アニマルセラピー、まあ簡単に言えば生き物を使ったセラピーなんですけど、実際にはどういったものなのか、どういった種類の生き物がいるのか、そういうことを今回お話ししていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速いきます。まずセラピーとは何なのかについてお話しさせていただきます。セラピーとは簡単に説明すると心理療法のことを言い、手術や投薬などは行わずに治療していく方法となっており、さまざまな種類のセラピーが存在します。まあ心理療法の一つということで、治療には普通の治療では必ず薬、要は風邪薬だったりとか、もしくは手術だったりとか、そういったものが必要になってきます。しかし心理療法とはいわゆる心理的な、要は、ストレスの軽減だったり、あとは満足感だったり、この気持ちの問題、気持ちの病気、心の病気に関して治療していくという方法になっており、このセラピーとはこの手術や投薬などを行わずに心理的な療法、要は心理的な治療によって病気などまたは、精神的不安定さを安らいでいく、もしくは気持ちを和らげていくということを行っております。今回ご紹介しますアニマルセラピーは、そのさまざまな種類のセラピーの中から動物を介して行う心を癒す手法のことを言います。セラピーとは、心の治療を主にやっているんですけど、もしくは心の不安定、もしくは心の乱れを和らげるために行うことがセラピーの心理療法なんですけど、その中でアニマルセラピーとは動物を使ってこの心を癒す、もしくは心のストレス負担を減らしていくといった方法になります。動物による人へのセラピーの注目は1970年代からありましたが、具体的な手法について形作られたのは最近となってからです。それは都市化や核家族化していく現代社会で、動物との関係に生きがいを見出す人が増え、その結果動物によるセラピーが広まったのではないかと言われています。もともとアニマルセラピーという言葉は存在していなかったんですけど、動物を使ったセラピー、いわゆる動物の心理療法については何か方法はないのかといった考え方は1970年代からあったんです。ただこの1970年代ではまだアニマルセラピーとまではいかず、動物による人へのセラピーの仕方はないのかといった研究、まだ研究止まりなんですね。
そういった研究止まりでなかなか発展していかなかったんですけど、最近になって、まあ、都市化や核家族化していく現代社会、要するに孤独感といったものが強くなっていった現代社会で、こういった動物との関係に生きがいを見出す人が増えたことによって、アニマルセラピーがこの1970年代よりも注目され、そして広まっていったとされております。動物との関係に生きがいを見出す人っていうのは、いわゆるペットを持つということですね。独身で一人家にいるのは寂しいからペットを飼うっていうのも、こういった動物との関係に生きがいを持っている人のことを言うんですけど、こういったのが最近になって現代社会において広まっていき、結果アニマルセラピーに対しても注目が出てきたとのことです。はい、ということで現在ですね、ツイキャスの方でコメントが寄せられているので、ちょっと読み上げたいと思います。こちらはツイキャスネームもずくさんから、塩素くんだということで、あ、どうもこんにちは、こんばんはですね。はい、もずくさん、コメントありがとうございます。今回塩素くんラジオするでは動物のお話をしておりまして、今現在アニマルセラピーについてお話しさせていただいております。では話に戻りまして、現在リハビリテーションや高齢者施設などでもアニマルセラピーを取り入れている施設が増えてきています。理由は、動物との触れ合いが人の心を和ませ、精神的な病や孤独を回復させることにつながっているとされているからです。これは人同士でも起きることなんですけど、互いに気持ちを共有すること、愛情を向けることで、より良い効果のある療法となるからとされています。まあ、リハビリテーション、まあそういった施設や、または高齢者、お年寄りがたくさんいる施設などでも、動物を使ったセラピーが増えてきているとのことなんですけど、これが何でかって言いますと、まあ、心の気持ちですね、精神的な孤独感や、または精神的なストレスといったものを回復させる要因につながっているとされ、これによって、まあ、精神的、心の病気を少しでもなくしていく流れになっているとのことです。ではここまででちょっとアニマルセラピーについてお話したんですけど、補足情報として、最初の方でお話しました核家族について何なのかについてちょっとお話ししようかなと思います。こちらはですね、まあ、動物による人のセラピーの注目の時にお話しするべきでしたね。核家族よく聞くんですけど、実際核家族って何って答え言われたら答えるのが難しいんじゃないでしょうか。はっきり言って自分は核家族なんとなくしかわからなかったです。核家族ってどういう意味って言われたら多分何も言えないかもしれません、自分は。なので今回ちょっと核家族についても軽く説明させていただきます。核家族とは、夫婦とその間の子供からなる家庭、または夫婦のみの家庭のことを言います。要するに、例えばおじいちゃん、お父さん、お母さん、そして息子というのがいた場合、おじいちゃんを除いてお父さん、お母さん、そして息子の3人で暮らすことを核家族と言います。つまり、親と子供、親子の家庭だけのことを核家族というんですね。これとは逆に、祖父母や子供夫婦、まあ、要するにおじいちゃんおばあちゃん、もしくは、成人した子供が嫁さんを連れてくる、そしてそれで一緒に暮らしている家庭のことを大家族、もしくは核三家族と言います。核家族とは親子だけの関係、夫婦とその間の子供だけの関係、大家族、核三家族とはおじいちゃんおばあちゃん、もしくは、子供のお嫁さんお婿さんと一緒に暮らしているという家庭のことを大家族、核三家族と言います。はい、これが、まあ、核家族の補足情報でした。では続きまして、
まあ、ここまでがアニマルセラピーとは一体どういうものかについての説明だったんですけど、では実際アニマルセラピーによって動物が人に与える効果はどのようなものなのか、それについて少しご紹介していきます。個人差がありますが、アニマルセラピーによる効果は大きく分けて3つあると考えられています。今回はこの3つについてお話しします。まず1つ目は社会性の向上。動物を飼うことによって話題提供や、話のネタですね、これは、会話の促進、盛り上がりがはかどり、他者との交流が増えていきます。こういった効果を社会的潤沢効果と言います。長期療養などで特定の人と話すことが少ない患者にとっては、動物との触れ合いは他者との話題の共有ができ、その中で相手に関心を持ち交流を広げるきっかけとなるというわけです。まあ、要するに、例えば犬を飼ったとしましょう。犬を飼うことでによってどうなるのかと言いますと、この犬の話、要は話のネタが生まれるんですね。うちのワンちゃんはこういう、特技があるんだとか、うちのワンちゃんは、まあ、こういうのが好き、こういった遊びが好きといった話のネタを作ることができて、これによって、相手との会話の促進、要するに盛り上がりですね、話を盛り上げる要素になっていき、結果的には、交流、コミュニケーション力が増していくとのことです。もしくはコミュニケーションが増えていくということですね。動物嫌いな人は結構いるとは思うんですけど、それと同じぐらい動物好きな人はたくさんいます。なので生き物の話をすると、大抵の人は食いつきがいいとされています。なので動物という話のネタによって相手に興味を持っていただき、そしてその中で会話の促進、盛り上がり、話、こういったことがあったんだよ、かわいいねとか、こういったことがあってすごくいい子だねといった、そういった生き物の話によって盛り上がることによって、どん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 他の人との、相手とのコミュニケーションがはかどっていくというわけです。そして長期療養とは、いわゆる、長い入院生活ですね。そういった生活を送っている方はどうしても人と話すことが少なくなっていってしまいます。なのでそういった患者に対して動物との触れ合いは、他者との話題の共有ができるだけでなくて、その中で話している相手に関心を持ち、そして動物を除いてもそのまま相手と交流を広げるきっかけとなるというわけです。この相手というのは、例えば飼い主さんだとしましょう。犬を連れてきた飼い主さんの場合ですと、動物と触れ合うことで飼い主と喋ります。このワンちゃんはこういう性格をしているんですよという話を持ちかけられ、そして患者側の方もその犬について話していくうちに、どん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 話が広まっていき、そしてそのうちこの犬だけでなくて、この犬を飼っている飼い主さんに対しても関心、興味を持っていくようになります。そうすることによって交流を広げ、いわゆるコミュニケーションを増やしていく流れになっていくというわけです。長期入院ですと、病院内だと話す相手はいるとは思うんですけど、なかなかそれができないという人もたくさんいます。そういったのを防ぎ、そして社会性、いわゆる人と話すことへの意欲、もしくはコミュニケーション力、そういったものを向上させるためにアニマルセラピーによる効果が必要とされております。では続きまして、2つ目の効果、精神への作用。動物と感情を共有することでストレスや孤独感から解放されることがあります。また動物の世話をすることによって面倒を見る責任感、世話ができている自尊心、そして様々な満足感などが精神面で成長させるきっかけへとつなげることができるとのことです。これがですね、要するに動物との触れ合いによって、まず第一に、
ストレスといったものが消える、もしくは軽減されていきます。それだけでなくて、例えば動物の世話をすることによってその面倒を見ることへの責任感、そしてそれがうまくいったことへの満足感といった、いわゆる心の充実感を得ることができるというわけですね。どこかの国で、犯罪を犯した人がこのアニマルセラピーという、要は犬を世話をして、そして更生させていこうという施設があるんですけど、これもこの精神への作用によって、社会性でも復帰できるようにしようという考えのもと、設置された方法です。犯罪者っていう方は、まあ皆さんどういった気持ち、考え方を持っているかはわからないんですけど、この相手に対して暴力的になってしまうという方は結構います。そういったことでどうしても犯罪を犯す方がいるんですけど、そういう方に対して犬の世話をさせることによって、この世話をしているという責任感、そしてそれをやれている、要は犯罪、暴力を振るっていた自分が犬という生き物を扱って、そして世話をしているという、そういった、まあ、自信、そして満足感を得ることによって、将来、前科を終え、刑期を終えて、そして社会復帰した際、そのまままた刑務所の方に戻らない、要は再犯を防ぐことにつながっていってるというわけですね。では3番目の効果、こちらが身体的機能への作用になります。人が動物と接するということは、それだけ行動が増えることを指します。動物との触れ合いや世話によって身体的な機能が向上し、日常生活においても活発になっていくというわけです。要するにですね、動物と接するということは、それだけで一つのアクションを起こしているというわけですね。例えば車椅子の人に関しても、大好きな犬が遊びに来た、そうなってくると、まあ、手を振ったりなり、もしくは車椅子で移動したりなり、そういったアクションを起こします。要するに動物と接することでこういった行動が自然に増えていき、その上で、体が機能の向上し、そして日常生活においても活発的、要するに健康な体へとなっていくというわけですね。例えば世話によって散歩に出るとしましょう。犬を散歩に出かける際は自分も歩かなければいけません。ただこの散歩、犬にとっては満足、そして健康にもつながるんですけど、これはペットだけ、犬だけでなくて飼い主にとっても健康な体づくりになるというわけです。散歩するだけで、要するに歩くという健康的な方法をとっていることで、日常においても他の、ちょっと体の不自由な方、もしくはなかなか体を動かさない方よりも活発に行動し、体、要は健康面を維持することができるというわけです。以上が動物によって人に与える効果となっています。すべてに共通することは、着地点として心の充実感、そして生きがいへとなっている点にあります。社会性の向上、精神への作用、そして身体的機能への作用、こういったものはですね、まあ心の充実感を得るのにとても効果的な内容になっております。そして、まあ、いわゆる年寄りの方、もしくは孤独感を持っている方というのは生きがいを持っていないということが結構あります。そういった人に対して動物と触れ合う、要するに命と触れ合うことによって、それが楽しいと思い、そしてその動物と触れ合うことへの楽しみから、それが生きがいとなって、そして生きていこう、もしくは社会の中で生きていこうといった精神面への強さ、そして身体的機能への強化につながっていくというわけですね。これがアニマルセラピーによる効果のお話でした。ではここで一旦 CM の方に移りたいと思います。 CM の後は
引き続きアニマルセラピーについてお話しさせていただきます。CM 中です。この後はアニマルセラピーで使われる動物についてお話しさせていただきます。はい、 CM が明けました。ではここからはアニマルセラピーによって使われる動物たちについてご紹介させていただきます。ここまでがアニマルセラピーについてどういった内容か、どのような効果があるかを説明しました。では続いてはこのアニマルセラピーの動物たちについてお話しさせていただきます。いろいろいるんですけど、今回は3種類の生き物についてお話しさせていただきます。まず第1つは犬です。飼育、家畜などで長い歴史を持つ犬は訓練がしやすく、また人とのコミュニケーションの能力に優れ、相手を喜ばせるという純粋な気持ちを強く持っており、セラピーにおいて最も一般的な動物とされています。以前この番組でも紹介したんですけど、人間と犬の歴史っていうのは結構古いんですね。それこそ昔の化石から犬と人間が一緒に出てきたという話があったんですけど、こういったことからも犬というのは人間の生活、人間社会において昔からのパートナーというわけですね。なのでこのアニマルセラピーにおいても最もこのアニマルセラピーに向いている動物とされております。触れ合うことで患者への孤独感を和らげるだけでなく、世話をしたり一緒に遊ぶことで自発的な行動を促すことができます。また犬を通して飼い主との交流といった人間関係が広がり、治療への相乗効果をもたらすとのことです。犬っていうのはコミュニケーション能力が非常に優れているんですね。なので相手がどういったことを求めているのか、そして自分がどうしてあげるべきかなのかを理解することができます。こういったアニマルセラピーの訓練を受けてきた犬たちは、こういったコミュニケーション能力、そして、気持ち、そういったものが非常に優れていて、相手、患者へ、どういった行動を起こせば孤独感を和らげることができるのか、またどうやったら一緒に楽しんでくれるのかを考えて行動
をしているというわけですね。こうすることによって患者側からも孤独感、ストレスというものを和らげることができ、そして一緒に遊ぶことでこの行動を、要するに体を動かせない人もこの犬と一緒に遊ぶことによって体を動かし、健康へとつながっていくというわけです。また犬を通してこの犬の飼い主さんと話をすることによって人間関係が広がり、この治療が終わった後もこういった社会性などが身についてくるというわけですね。これが犬によるアニマルセラピーのお話でした。では続きまして、続いてのアニマルセラピーがイルカです。イルカによるセラピーはドルフィンアシステッドセラピーと呼ばれ、本来イルカが持っている癒しの効果の他に水中で過ごすこともセラピーにつながるとされています。イルカのセラピーはドルフィンアシステッドセラピーと呼ばれているとのことなんですけど、このイルカによるセラピーで他の生き物たちと違うのは、この使っているイルカが野生の動物という点ですね。もしかしたら水族館のイルカを使っているところもあるかもしれないですけど、主に使われているイルカは野生で生きている野生動物のイルカとなっております。この野生動物であるイルカが持っている癒しの効果と、そして水中で過ごす、要は水中で体を動かすこと、そういったセラピーによって、心、精神面、そして、身体的、体的な治療へとつながっているというわけです。障害のある人の療育というのは治療と教育ですね。治療と教育、そして心身の機能改善の向上を図るために行われ、特に自閉症の人に対しては積極的に取り入れられているセラピーとのことです。水中の中ですと、体が思うように動かせない不自由な人でも動かすことができるようになります。もっともこれは個人差があるんですけど、要するに水中の中だとこういった心身の機能改善の向上を図る、要するに、リハビリといったもので、向上するきっかけにもなるとされ、また障害のある方、自閉症の方、そういった精神面で心の病気を持っている方もイルカたちとの触れ合いによって治療をされていくというわけですね。ここで補足情報なんですけど、イルカセラピー自体は1970年代から研究され、その後認知されたアメリカに比べると日本では1996年頃から行われるようになったということで、結構日本ではイルカセラピーはまだまだ進んではいなかったというわけですね。もちろん1996年、今から、9年前、もうすぐ2016年になりますから、2016年ということは10年前は2006年というわけで、すいません間違えました。正確には20年前ですね。20年前、1996年から日本が、アニマルセラピーの中でイルカによるセラピーをしてきたんですけど、これはアメリカに比べれば結構遅かったとのことです。1970年代からアニマルセラピーに関しての研究は進んでいたんですけど、多分その中でイルカによるセラピーも研究の一つに挙げられていたのかもしれないですね。では続きましてのセラピーに使われている動物は馬です。日本国内では馬のセラピーのことをホースアシステッドセラピーと呼ばれ、馬と接することや騎乗運動によって治療効果を上げているとのことです。騎乗運動というのはいわゆる、馬にまたがって、そして、馬を歩かせる運動ですね。これが騎乗運動ということなんですけど、身体障害者、精神障害者に効果的なセラピーとされ、その理由としては馬の歩くリズムに合わせて体が揺れることで体や脳に刺激を与えているからとされ、また馬の上でバランスを取ろうとすることで
全身の筋肉を自然な形で効果的に使うため、身体的に障害を持つ患者の機能回復につながるとされています。馬の歩くリズムっていうのは、皆さん馬に乗ったことはありますかね。歩いた際、まあ少しの駆け足程度だと分かるんですけど、馬の駆け足ですと人の体は上下と揺れます。この体が揺れることによって、脳や体に刺激を与えて、それが治療効果にもなっているとのことなんですけど、これだけでなくて馬の上でこういった揺れる中バランスを取ろうとすることで、自然に全身の筋肉、要するに落ちないように全身の筋肉を使うことで、効果的に体の不自由な方の機能回復、筋肉、要は体を動かすことへの機能の回復につながるとされています。また動物にまたがることで体の温かさを直接感じることで、心への働きかけも可能にしてくれているとのことです。要するに、犬やイルカといったものは、まあ、直接触れ合うことで温かさといったものを感じることができるんですけど、馬というのは人間が馬の体に乗るということ、要するに体が密着しているという状態ですね。そういった状態ですと、犬やイルカたちよりもこの体の温かさを直に感じることができて、これが心への影響、精神面での、向上につながるとされているとのことです。この馬によるセラピーなんですけど、結構昔からあるようで、結構昔で、場所はイギリスですね。イギリスで20世紀初頭から身体機能の回復を目的とした障害者乗馬を推し進めてきたとのことです。イギリスではこういった馬によるセラピーが昔から進んでいるとされて、この中で、まあ、障害者たちの乗馬が機能回復につながっているのではないかと言われているとのことです。これらが主にセラピーで挙げられる動物たちになるんですけど、この他にも、犬、イルカ、馬だけでなく、猫やウサギ、モルモットといったものも十分なアニマルセラピーの動物たちに数えられます。しかし、まあ、ここからが、まあ、このアニマルセラピーによる問題点なんですけど、これらの問題点などでは、犬の場合は適正な個体を探し、さらに訓練をさせるにおいても施設が必要になります。まあ、犬っていうのは品種もそうなんですけど、結構個体によってバラバラです。性格も違ってきますし、品種、この品種はこのアニマルセラピーに対してとてもいい品種と言われていても、個体によっては不向きな個体も存在します。代表的な犬のアニマルセラピーですと、ゴールデンレトリーバー、またはラブラドールレトリーバー、こういったものが多分アニマルセラピーとして犬の中で選ばれるんですけど、こういったゴールデンレトリーバー、ラブラドールレトリーバーもたちも個体によってはやんちゃだったりとか、あとは、まあ、精神的にこういったセラピー、アニマルセラピーに向いていない個体というものが存在していますので、ただ品種だけで決めるのではなくて、個体によって選んで、そしてセラピーにとって適正かどうかを判断し、そしてその上でさらに訓練をさせなければいけないというわけです。イルカの場合は、まあ、先ほど紹介の時にも言ったんですけど、野生のイルカを扱っている点で問題視する意見があります。要するに、野生動物、自然の中で生きている生き物たちを人間の都合で人間に、過剰に触れさせるのはいかがなものか、そういった問題点、要はそういったクレームや意見、そういったものが存在します。その他、馬に対しては体に乗せるという危険性から、性格、品種、調教まで徹底しなければならず、また
通常の調教師とは異なるセラピーを行う指導者を増やしていかなければならない点が挙げられます。要するに馬に関しては、犬そしてイルカもある程度動物と触れ合うことに関しては危険性もはらんでくるんですけど、馬に関しては体に乗せるので危険性が非常に高いです。もし馬が暴れて振り落とされて大怪我をするという可能性もあります。乗せる相手は、障害を持った方または心に病気を持った方といったいわゆる、治療を必要としている方ですので、こういった方々をこの馬の暴走といったものによって事故を起こせばさらなるトラウマ、心に傷を与える効果へと発展します。こういったマイナス効果を防ぐために馬に関しては、性格、品種、調教まで徹底しなければならないんですけど、この調教の仕方も通常の調教師とはまた違うやり方でなければいけません。通常の調教師さんは馬を、まあ、いわゆるサラブレッド、要するにこの競走馬ですね、こういった競走馬にするために調教しているに対して、アニマルセラピーに使う馬たちは人間の心を治療する、そういった理由で調教しなければなりません。そういった行動からでも指導者はこのサラブレッド、要するに走る馬の調教ではなくて人間との触れ合いを目的とした調教をしなければいけない、そういう点で今後も馬の調教師、指導者を増やしていかなければならないという問題点があるというわけです。その他、一般的にセラピーに向く動物を育てるには、いろいろな環境に慣らしておくこと、どういった環境、要するにどういった施設に行ってもびくつかない、混乱しない、神経質にならない、慣れておかせることが大事になり、その他年齢、性別、さまざまなタイプの人間と接触させること、要するにその人間一人に対してのセラピーではなくて大勢の人のセラピーができるようにしなければいけないこと、毎日スキンシップを欠かさず人に触れることに慣れさせること、動物たちにとっても人間と触れ合うことはとても満足すること、とても嬉しいことと覚えさせる、慣れさせることが必要とのことです。これができていないとある時言うことを聞かなくなって、そして、患者、治療を必要とする方に対して攻撃してしまうという、そういった危険性がはらんでいます。その他は、車や自転車といった乗り物の音や姿に慣れさせておくこと、これはいわゆる、車の音、車のエンジン音だったり、あとは自転車のベルの音だったり、または姿だったり、そういったものに慣れさせておくこと、車が通ったことでそわそわして集中できないということは、集中できないということは混乱を招いていって、結果的に患者に対しても不安な気持ちを持たせてしまうことになります。そして最後に、これはまあ基本的なことですね、基本的な服従訓練を十分にさせること、要するに、動物たちが自分たちが人間より上という認識を絶対にさせないこと、そういった訓練をしなければなりません。特に犬の場合はこれができていないと患者さんたちに対して攻撃的になったり威嚇したりとかして患者の人たちを怖がらせたり、または心に傷を負わせる結果となります。こういったマイナス効果を生まないためにも基本的な服従訓練は十分にさせること、これが第一とされております。そして何より、ここからは、まあ、今までが動物の問題点、アニマルセラピーにおいて動物たちはどういった訓練をさせなければいけないのかというお話だったんですけど、この後の説明がですね、まあ注意点なんですけど、十分にセラピーを行えるだけの環境、施設を用意しなければならない、これがまず第一の条件ですね。要するにアニマルセラピーは必ず訓練を受けさせなければなりません。1日2日で
アニマルセラピーができるようにはなりません。なのでアニマルセラピーができる訓練場所、環境、施設、またはコミュニケーションができる場所、そういった施設を作っていって、で動物たちにセラピーを覚えさせること、それが十分な必要性が求められるというわけです。ただこれに関しては場所もそうなんですけど、費用がかなりかかるので、住民の方の理解、または、資金集め、そういった金銭的な問題、または隣人トラブル、周りの方にここでセラピーを行いますので施設を作らせていただきますといった理解といったものを持っていかなければならないという非常に、面倒くさい問題点などがあります。そういった問題点をすべてクリアした上で、アニマルセラピーの動物たちは、心に傷を負った方、または、心に治療が必要な方に対してセラピーを行っているというわけです。はい、これが、アニマルセラピーで使われる動物たちのお話でした。では以上をもちましてアニマルセラピーのお話を終了させていただきます。ではここでまた1曲流させていこうかなと思ったんですけど、時刻は8時50分ということで残り5分ということなので、ここでも CM はないのでエンディングの方に移りたいと思います。それではエンディングです。ここまでお送りしました遠足くんのラジオをする、前半はゾウのお話、そして後半はアニマルセラピーについてお話しさせていただきました。皆様約2時間聞いてくれてありがとうございます。ツイキャスの皆様もユーストリームの皆様、そしてラジオをお聞きの皆様、どうぞ2時間聞いてくれて本当にありがとうございました。ゾウのお話は、アジアゾウとアフリカゾウの違いについてお話しさせていただきました。それぞれ住む地域が違うことで体の特徴が違い、そして、食性、食べるものからしても微妙に異なっているということ、そして後半からはアニマルセラピーについて、アニマルセラピーとはどういったものなのか、それは心に傷を負った方、または心に治療を持たなければならない方による心理療法ということで、動物を扱った心理療法ということで、その中で一体どういった生き物たちをアニマルセラピーとして扱っているのか、そういったことをお話しさせていただきました。皆様方、2時間聞いてくれて本当に本当にありがとうございます。この後も、ここから約2時間は、FM コザスタッフが選曲しましたミュージックジャングルをお聴きくださいませ。こちらはですね、FM コザスタッフが選曲、セレクトしました曲を2時間にかけてお送りしますので、どうぞ楽しんでお聴きくださいませ。そして、その後は、夜11時からは、ダイドーのラップトゥーゴー、毎週日本語アーティスト、日本語ラップアーティストさんを紹介していくラップミュージック音楽番組をお送りします。最後まで FM コザをお楽しみくださいませ。それではこの辺で締めさせていただきます。お送りしたのは FM コザスタッフの塩素でした。それでは皆様さようなら、ありがとうございました。